蓮言寺は、大阪府茨城市にある高野山新言宗の寺院。本堂演技によると、奈良時代の天平元年正月、行基がこの地の池に、毎夜霊光を発するのを見て、霊地であることを知り伽藍を作ったという、王仁年間の陛下で、同うことごとく消失。寛永年間に、造助テルが再建を図り、弟子の会計が、教法5年に完成する。 安永六年随行山政東院奥の某の名の、ある金には寺宝に、小野高村筆大藩野京と、逗子竹流筆の二藩像があると記されているが、今は共にない。この金は、太平洋戦争時の金属教室で戻らず、昭和五十五年に、盆昇鬼神に伴い、修郎門を新築。本堂は、平成元年新築。本尊薬師如来は秘仏。 流出した御子筆の、ネハンズは、現在、長寿院が所蔵し、台東区指定有形文化財に指定されている。遠方4年の修理時の牧書名に、このネハンズが、現行元年女北京村、優の筆になること、天文5年に、三宅国村等の肝心により修理が施されたことが、記されており、三宅氏が連下寺を庇護していたことを物語っている。また、十一面論は、 中山寺の本尊像と類似しており、大門実一切今日の奥書きにも連華寺と中山寺の中見られ、当時の北摂における寺院ネットワークの存在を伺わせる。ありがとうございます。